岩渕のそのスピードを生かすためにはその私の方がポストプレーをして岩渕に裏に走らせる方が絶対いいと思ったんでそこを意識してやりました。でその中でシムは後半途中で交代出たされましたけども、ね、交代途中交代したことに対してはどう思ってますか。仕方ないか今日会場お客さん1万2000人お客さん入られてました。初めてピッチ出た瞬間どう思いましたか。あ、こんなに人が来るって思ってなかったんですごいびっくりしました。その中でプレーしたことっていうのはどうでしょうか。やっぱりいつもとその歓声とか違ってすごい自分自身なんか楽しいなって思える感じでした。はい、これ、なでしこリーグしばらく中断して、明日から女子はオリンピックに向けた戦い始まります。中田選手自身も国内合宿に参加されますが、何をアピールしていきたいと思っています。そうですね。その、この前半戦で取り組んできたのが、やっぱ裏と足元の使い分けっていうところでやってきたんで、そういうところを出していけたらなと思います。ありがとうございます。